岡田直樹は、日本の政治家。自由民主党所属の参議院議員、自由民主党参議院国会対策委員長。内閣官房副長官、参議院国土交通委員長、国土交通大臣政務官、財務副大臣、石川県議会議員、自由民主党参議院幹事長代行を歴任。石川県金沢市出身。妻は、森吉郎元首相の名。 金沢大学附属高等学校を卒業後、東京大学文学部中国哲学科に入学。その後は、報道に関心を持ち、同法学部第三類に学士入学する。1989年、大学を卒業し、ジップが社長を務めていた、北国新聞社に入社。長谷博、森奥の呪縛北国新聞社、2006年、11ページ。 指導権関係国会議員秋の辞に一森を指導し、北国新聞、P5 森家文書目録のみ私立博物館、のみ市教育委員会、2007年、138ページ。憲法改正序局北国新聞社、2006年発行、104ページ、第170回国会国土交通委員会第1号、財務副大臣就任記者会見の概要、 第4次安倍第2次改造内閣閣僚党名簿首相官邸ホームページ2019年9月17日閲覧自民参院国対委員長に岡田直樹前官房副長官 NHK2021 年11月11日閲覧朝日新聞2016年参院選候補者アンケート第174回国会法務委員改正願1554号 鶴ヶがいルートの協議開始、議論曲折も北陸新幹線で、与党県当委京都新聞2015年8月6日21時40分、自民党タバコ議員連盟臨時総会、2018年4月11日閲覧。ABC 田原義文、日本会議の全貌、家電車、2016年、岡田直総支死去。時事 .com、時事通信社、 https://www.jiji.com スラッシュ jc スラッシュアーティクル ?k コール2兆200億3,230万 1,149&g コールオブと2020年4月9日閲覧。2021年8月12日閲覧。ありがとうございます。